皆さんこんにちは。さあここ最近ですね、だいぶ暖かくなってきて、外でねランニングとか、ジョギングされる方増えてきたかと思います。でそういったね、野外でのスポーツとかでイヤホンとか結構つける方多いんですが、今回はねその、野外でのスポーツをながら聞きにねぴったりな、イヤホンが2つありましたので紹介します。本日紹介するのはこちら、骨伝導ワイヤレスイヤホンの通常サイズとミニサイズです。こちらの商品ですが、株式会社ゲオ様より提供していただきました。ありがとうございます。はい、ということでね、このゲオのワイヤレスイヤホンということで、僕もねちょっと初めて見たんですが、ホームページなどでね調べてみますと、最近ねこのゲオさんの方ではレンタル事業ですとかゲームの販売以外にもオリジナルのヘッドホンやイヤホンを販売しているということで、その中でも特に人気なのが、ね、この骨伝導、ワイヤレスイヤホンとなっています。ね、骨伝導イヤホンというと、まあ、僕の中ではこうハイエンドの商品だと2万円とか3万円って結構高いイメージがあるんですが、なんと今回ですねこちら一つね、約3000円ということで非常に安価なモデルとなっています。それでは早速ねパッケージ開封して中どうなってるか見ていきましょうか。さあそれでは開封していくんですが、今回はこれ大人向けのサイズで、やっていきます。でさっきも言ったんですがね、それ以外にもこの子供向けのミニサイズも販売していますので、まあね家にお子さんのいる方ですとか、ちょっと顔の小さい方とかだったらねこっちの方がまあいいかもしれません。でパッケージを開けるとですね、内部には、このように骨伝導ヘッドホン本体と、あとこれね、耳栓が入っていました。まあこれはあれですかね、耳を塞いだ時用ですかね。まあ一応これ骨伝導とはなってるんですが、まあ耳を塞いでね、使った方がより臨場感のある音ということで、まあこれが付属してるんだと思います。そして取扱説明書で、説明書に関してなんですが、もちろん全てねしっかり日本語で表記されていますので、まあこういったね、ワイヤレスイヤホンとか初めて買う方でも特に迷わず使うことができます。こういった商品って海外製だったりすると、まあ日本語のマニュアルがなかったりね、ちょっと不安なところがあるんですが、まあこれは、ね、心配はありません。そして、付属の USB ケーブルで、この USB ケーブルなんですが、これ先端の部分がですね、ちょっとマイクロ USB ですね。まあ昨今の製品はほとんどタイプ C になってるんですが、まあこれちょっとコスト的に仕方がないのかなと思うんですが、できればねタイプ C に、してほしかったです。そしてこのパッケージを開けますと、このようなデザインになっています。全体的にラバーコーティングされていまして、重さはですね約 30g と非常に軽いですね。なんか中に物入ってるのかっていうくらいに軽いので、ね長い時間つけてもそこまで圧迫感とかねちょっとこう疲れることはなさそうです。でこちらの方ですね、ボタンが2つついていますが、このボタンがですね結構よくできていまして、かなりクリック感がしっかりあるんですよね。まあ、こういった小型のワイヤレスイヤホンとかヘッドホンでちょっとボタンがねすごいちっちゃかったり、押してんのか押してないのかわかんないことがあるんですが、これはしっかりクリック感があるので、まあ5タップとかそういったところも、少ないと思います。で骨伝導なので、耳の穴に入れるような部分はなくて、ここに振動板があるんですね。この振動板をこめかみにつけることによって、まあ、音を発生させる装置になります。で裏の方にはですねこちら充電用のポートがあります。でこの骨伝導ワイヤレスイヤホンなんですが、カラーがブラックとレッドとネイビーブルーの3色展開、連続再生時間は7時間とかなり長いので、まあ、バッテリーの心配はなさそうですね。待機時間も200時間とかなりあるので、まあね、長時間の運用も、問題ないかと思います。で重さはさっきも言いましたが約 30g と非常に軽いですね。で音声アシスタントのね呼び出しにも対応していますし、で対応コーデックが SBC と AC なので、まあちょっと遅延はもしかしたらあるかもしれないですね。まあただ動画視聴とかでは問題ないんですが、ゲームとかの用途では少し難しいかもしれません。防水は IPX4 なので、汗ですとか雨、他にもね雪とか、そういったね水滴がちょっとかかったぐらいでは問題ありません。ただし水の中にジャボってつけるのは、ダメなので、まあ、そこはねちょっと注意しながら使ってください。では続きまして、実際装着して、まあ、音質ですとかその他の機能をね見ていきましょう。はい、続きましてね、装着感や音質について語っていきます。でこの、骨伝導ワイヤレスイヤホンなんですが、こう装着する際に耳の穴に入れるのではなくて、このこめかみの部分に、このね振動板が当たるようにしてください。なのでねこんな感じ、常時耳が開いた状態になっています。でこの状態ですでにね、もうスマートフォンとペアリングしているので、ちょっとね音楽かけてみましょうか。はい、今ですね音楽を再生させていますが、どうでしょうか。まあこの状態であればね、多分この、ピンマイクで音は拾わないと思うんですが、ちょっと音量を上げていきますか。はい、今結構ね音量を上げていますが、どうでしょうか。音拾ってますか。ちょっとねこう首からかけると、はい、
これね、やっぱ骨伝導ゆえ仕方がないんですが、ちょっと周りにね、音が聞こえる可能性があります。なので、あまりね、静かな環境とかで使うには向かないんですけども、いやでもね、この装着感は非常にね、素晴らしいですね。やっぱ耳の穴を塞がないので、全然痛みとかも感じないですし、こう、つけた感じの圧迫感もありません。で、それでいてね、しっかりとこう音はね、認識できるので、少しね、不思議な感覚ですね。今まであまり聞いたことがないというか、普通のイヤホンとはちょっとね、聞こえ方は違います。でも、はっきりと音楽は聞こえますし、意外とね、低音も高音もね、出てますね。なんか、こういったものって、わりかしこう、まあ、装着感ですとか、骨伝導ってところで、その音質面がかなり犠牲になってるのかなって思ったんですが、今もこうやって音楽ずっと聞いてますけども、そんなにね、極端に音が悪いってことはありません。まあ、それでもやっぱりカナル型とかね、そういったオーバーヘッドの大きいヘッドホンに比べると、まあちょっと迫力がないかなって思うんですが、全然ね、使ってて問題はないレベルかと思います。ちなみに、これ耳をね、塞ぐとですね、より音がクリアに聞こえるので、やっぱりね、耳栓とかは、まあそうですね、使う環境が許せばつけた方がより臨場感は増します。ただし、やっぱ耳栓つけてしまうと外部の音全く聞こえなくなってしまうので、まあスポーツとか、やっぱりね、耳は全部開けた状態で、使ってください。で、この骨伝導ワイヤレスイヤホンなんですが、僕は実際もうスポーツクラブで何回か使っていまして、これ非常にね、ジムとかでのね、利用には最適ですね。館内放送とか、レッスンのね、そういった放送とかも聞き逃す心配はありませんし、まあ人からね、話しかけられても全然これつけてる限りはね、しっかりと、周りの音全部聞こえるので、なかなかね、いいんではないでしょうか。ただですね、これ1点だけちょっとね、使っててんって思ったのが、構造上仕方がないんですが、こんな風にこうループしてる部分、この部分がですね、このちょうどこの首っていうですね、頭の後ろに当たるので、例えば、スクワットを やるときとかのバーがね、ここに当たってしまったりとか、他にもベンチプレスで寝っ転がるとき、この、ベンチ台のところがね、頭にこうぶつかってしまって、少しずれてしまう可能性がありました。まあ、少しね、セット入る前にずらしたりしたりとか、まあ、他にも、まあ、ベンチプレスの時には外すってことが必要になるんですが、まあ、どうしてもこの頭の後ろね、こう、通る関係上、少し干渉とかはありました。あと特に良かったのが、やっぱりこの装着感ですね。この耳の穴を一切塞がないので、全然ね、こう長くつけても痛くなる心配はありませんし、で、耳に引っ掛けるといっても、こう、ぐっと下の方にね、こう、力が加わってるわけではないので、全然この耳の部分もね、痛くなることもありませんし、メガネのつると干渉することも、なかったです。実際ね、僕はスタジオレッスンとか出るときにこれつけっぱなしにして、周りから指摘されて、このつけてることをね、思い出すくらいに、常時つけていても、圧迫感ですとか、痛みっていうのは一切ありませんでした。で、このワイヤレスイヤホンなんですが、もちろんね、マイクも内蔵していますので、ちょっとね、こちらの音声を聞いてみてください。どうぞ。マイクのテスト中、マイクのテスト中、チェックチェックチェック。マイクのテスト台、骨伝導ワイヤレスヘッドホンで音声を収録しています。声はどうでしょうか？マイクのテスト中、マイクのテスト中。はい、どうだったでしょうか。音声はね、しっかり拾えてましたね。まあ、ところどころちょっとプツってこうノイズが入ってしまったんですが、これどちらもパソコンと接続しているためにね、そういったノイズが入ったのかなと思うんですけども、それ以外は、しっかりとね、声も出ていますし、まあ、ちょっとこもっているところはあるかなって思うんですが、実用上ね、問題ないレベルかなと思いました。はい、ということでね、今回このゲオの骨伝導ワイヤレスイヤホン紹介してきましたが、どうだったでしょうか。いや、これね、予想以上に良かったですね。骨伝導っていうと、ちょっと音質的にあれなのかなって思ったんですが、全然そんなことはなく、ながら聞きとかにはね、非常にいい商品かなと思います。やっぱ価格ですよね。まあ、約3000円というね、このコストパフォーマンスは非常に高いので、まあ、そういったね、スポーツですとか、他にもズーム会議とかで、ね、使いたい方は、ね、とってもおすすめなので、ぜひね、お近くのゲオですとか、オンラインショップ、見てみてください。動画下の概要欄にも URL を貼っておきますので、そちらでもね、見てくれると嬉しいです。ここまで見ていただきありがとうございました。この動画がね、皆様何かも参考になれれば幸いです。で、ここもですね、こういった面白いデジタルガジェットありましたら、どんどん紹介していきますので、チャンネル登録してくれると嬉しいです。では次回の動画でお会いしましょう。さよなら。